物語にはね、始まりがあれば必ず終わりがあります。それはこのファイナルソード魔法禁止縛りも例外ではありません。そしてそれを終わらせる人間がいるというのも事実。僕はこの最後の剣を抜いて倒さねばいけない相手がいます。それは僕にとって試練でもあって、苦悩でもある、そして達成でもある。さあ行きましょうか。ファイナルソードです。さあ前回 Y バーンを倒しまして、皆さん、僕はさらにあの後1レベル上げました。約28万の経験値を勝って、今現在57レベル、次のレベルまで32万経験値ですと。で、ここのマグマの地というエリアで勝ったんですが、やはりね、古代遺跡と比べると見ての通り、ほら、薬草11、魔法の薬草12、スペルカード防御が1、攻撃はなし。で、前回ね、たくさんワイバーン戦で攻めの水使っちゃったんで、これしかありません。なぜか、オニアはサボったわけではないです。なぜならレベルは上がっているから。僕は、ラスボスとギリギリの勝負をしたいと思っています。これは決してね、怠慢、傲慢、おごり、慢心ではありません。これで挑んで、勝てれば、この検証、魔法禁止縛り成功と言えるんではないでしょうか。ここで、薬草、魔法の薬草を全部またカンストさせて、あ、普通に、いけちゃったわ。これって、成功って言えますか？これ言えないと思うんだよね。まあ、ある種なんだろう。偏差値50の状況で、ちゃんと東京大学の受験に行くって言い方、ちょっと変かな。そういう感じに近いんだよな。東大じゃあ受けるっていう時に偏差値70にしてきましたって嫌なんだよな。ちょ、今回のもあれだな。魔法禁止縛りだから、偏差値120にして東大挑みますってなんか違うじゃん。50でも行ける可能性ってのは見出すべきなんですよ。そしてスキルもね、1個追加されてて、これ使うか、ホイールウィンドウ。この回転技。ただ、あんまりこれで、多分ダメージ出ないんじゃないか？いやー、このあたりも懐かしいな。もうここまで来ちゃったんだって感じだよな、俺。で、終わりだ。ここはほぼボス部屋構築になってんだよな。で、このドラゴンが結構厄介で、めんどくさいイメージだが。まあ、問題ないだろう。あ、やばいやばいやばい。普通にやばい、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 普通にやばい。マジか。これ魔法の薬草使いそれ得ないな。うわ、厄介だな、これ。さあ、これ当時俺メテオで突破したの全部。あ、やばい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 。あ、こんなきつかったっけ、ここ。やっべえ。あんなクソかっこいいこと言ったのに。これ突破できねえ、これ。俺全メテオ使ったもんな、これ一周目。いや、マジで言ってる、これ。ちょっと待って、ここマジできつい、マジできつい。普通にやっぱ、うん。やっぱ揃えるか、回復な。普通ラスボスダメでしょ、普通にラスボスなんか、ね、あの、回復ないとかって。普通寒くない、それ。ね、やっぱね、ちゃんとした装備でいくっていうのが、普通でしょ。東大はね、ちゃんと皆さん偏差値65から70で行くんですよ、受験しに。だから50で受かるわけねえじゃん。おい、なめんな、受験を、本当に。なあ。そんな甘くねえんだ、大学受験っていうのは。東京大学、そんな甘くねえんだよ。そうだよね、みんなね。僕も初めからそう思ってるんですよね。いたわ、こんなやつ。耐久お化け。全く HP 減らない。そうだ、これあれだ。アイスバーン倒すんだ。いたわ。硬すぎる。なんなんこいつ。やばいでしょこれ。ただまあ、ファイアドラゴンがいないだけ生き延びましたけど、さすがこの回転切りで減らすしかない。え、ブラックドラゴンワンチャンレベル足りないまである？俺57でいけないわけないと思ってるんだけど、雑魚的でこんな硬いってことはさ、ワンチャンあってもおかしくないって意味。なんだよこのビンタ。クソビンタ軽くあるんだけど。まだビンタか。いや、え、マジで、これ、え、ブラドラ、57よりで足りない可能性ある？マジでこいつ HP 減ないし。これやばいだ、この耐久。でもこいつも一応魔法耐久系のボスだよな。氷魔法で一気に攻めるみたいな。
仮にこの耐久ベラトラが持ってるんだとしたら、ちょっとこのレベルじゃ無理っていう結論になるけど、そんなバカな話じゃないと思うんだよな。これ回転切りなかったらこいつ結構きつかったな。こういうとこ考えるとさ、いい感じにバランス調整できてるんですよね、このゲーム。まあ、ホーキン縛りをすると。なんなの、このゲーム。そうか、これがなかったらこいつに攻撃当てらんねえから、ワンちゃんこれ作ったやつさ、魔法剣縛り想定してんのかな。この縛り俺やってからそう考える場面が多々あるんだよね。ああ食らった。うまーくタイミング合わせないと通らないような敵いたりして、まあ、こいつも実際あのアイスの魔法があれば秒殺なんですけど、氷系魔法の最上位。ただ魔法剣縛るとね、かなりこの耐久とこいつのこの攻撃モーション、スキル中は無敵っていう、これをうまく利用しないと通らんから、守りながらの攻撃できないから、そこうまくなってんだよな、バランスが。終わった。こいつ結構強かったな。いや、きつこれでスロードラゴンいったらマジで負ける。終わる。うわー、お前湧いてくんの。いやマジか、さっきのやっぱバグだったか。湧かない。たまにこのスロードラゴン湧かないテーブルあんだよな。いやー、そこで終わらすべきだったか。いやー、クリアできねえ、クリアできねえ。それはいけねえ、いけねえ。ブラックドラゴンまでちょっとやばいって。それはあ、さすがにプラドラまでいけねえよこれ。なんだよこれ、こんなファイナルソードのプロでも難しいだろうよこれ。マジで言ってんの。なんかドラゴンの攻撃誘発して、お前に照準合わせておいて、たまったためのタイミングも利用していく。あ、くっそー、カメラがミスった。これぶっちぎりでちょっとむずいな今までで。さすがファイナルダンジョンといえばそうだけど、そう、やっぱさっきドラゴンいないパイだったよな。うわー、これね、みんな伝わるか、これ。これやべえ。これ完全を想定してなかった、このタイプ。そうだ、全部メテオで言ってたからさ。クラッタか。あーぶねえ。受ける。よし。まず、暴れ牛鳥を倒すのは絶対先決。でも、クラッタ。175で魔法薬草 1A27 をスキップ。いた。これは一発いける。やーや、ちょ、古代の薬草マジでうまい。最悪この戦闘離脱もあり。あの竜倒せばいいじゃんってみんな思うと思うんだけど、あの竜倒せないんですよ。マグマの向こうにいて遠距離魔法があれば倒せるんですけど、このゲームは近距離技しかないので、スキルも含め。あー、くっそー、マジか。うわー、なんだこのストレス。頼む、出ないでくれ。最悪、いや、そう、うわー、やっべえなこれ。もうなんかためるそのモーションを見てると間に合わないから。食らってるか。危ねえ。モーションじゃなくて、もうこの触るまでの間を完全に体でも覚えていかないといけないから。ああ、今の、ああ、いい当たり判定引いたんだけどな。いける、これ避ける、ローリン、これギリ避けれる。ここで打てば間合いが足りている。ここも足りている。スカイ食らってるか。これは食らった。
これやばいね、みんなね。これはす、なぜならまた湧いてくるから。あー、賢者の水薬か。まあそうだよな。なんだこの難易度。あぶね、硬すぎこいつか。おかしいだろ HP。 ただ物理耐久だなこれ。一瞬でスキルをもう貯めて、もう弾道見えないんだよね。ただもう弾道予測して動くしかない、このギリギリのカメラを使って。で、食らいそうだなと思ったらスキル回避で回避と。ダブル回避が間に合わない。だってさ、今のこのワンセットで俺薬草10、魔法の薬草10使ってんだよ。ボス戦並みの、やばすぎない？もうちょいだな。焦らせてきた。回復はもうないから。いやー、マジで言ってんのこれ。次だな。焦らずに、焦らずに、かつ落ちずに。いったか。まだ行かないか。まだ行かないか。解説が使えない。あっぶねー。マジで言ってんのこれ。うはー、回復全部吸われた。ちょっとさ、マジで嫌な予感するからさ、ちょっと言っていいですか、ブラックドラゴン。俺これレベルさ足りないんじゃねえの。そう、な、このね、その床がせり上がる演出ね。はい、で、加工から全ての元凶、ラスボス、ブラックドラゴンが現れると。まあ、これは違う、どうでもいい、はっきり言って。こいつ、ゴーレムの感じからしてさ、くだらん人間がここまで来るなんて。お前たち人間どもはみんな私に支配されるのだ。あ、早い早い早い。我が直接、マジ、んだよこれ。我が直接お前の状況に送ってやろうと。どんぐらい入る？あ、これやべえかも。うわうわうわ、ちょっと待ってこれ。え、減ってないよね。でパリの方にして、メテオでこいつパリするんだよ。メテオでパリするから、じゃあ理論上この強アタックでもパリは、これでパリしなかったら正直勝てない。無理。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って。これ当たってないだけだよね、俺が。え、こんな強かったっけ？おいしょ。うっす。当たる判定どこ？おい、やべえぞ、これ。パリッシュしなくね？当たった。やべえ、キスタンしねえ、こいつ。これ勝てないよ、見てよ、ないと。バイバンドかね。なんで勝てたかっていうと、このパリースキルによって強盾アタックパリするんですよ。パリっていうか、あの スタン状態、混乱というかね。で、それがあるから俺ブラックドラゴン余裕だよね。何このダメージ判断だったんですけど。おい、変な感じしたんだな、ゴーレムあたりで。普通にどんくらい入る、ダメージは。1、2、3。2、3。ええー、え、いや、実況できない。そんな、何この威力と速さ。ダメ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 、当たんない。だってパリしないんだもん。そもそもね、足に当たり判定がない。足にあるか、ただ届いてないってことだよね。そんなことは認められない。俺は認めない。私はデーモンと同じで隙がなくなってるんだよ。今当たった、今当たった、ほらドンってなってるんだけど、季節しないんだ、耐性あるんだ。メテオ以外で季節しないってこと。そ
なバカな。今の問題点からして、まず被弾ダメージのでかさがやばすぎる。ってことは防御力足りてないって意味だから、まずレベルが足りてない。で、弱攻撃および回転切りのダメージも含め入ってないから60、へーって60とかで経験値いくつ ?32 万36万足して68万、100万。え、俺100万経験値必要なの？え、無限侍 800EXP として1000体、え、800、1400体、1400体、物資もフルカンストはもう当たり前。やっぱ東大って、ね、東京大学って偏差値70ないと受かんないんだね。